テディロードです。ここ日本東京ベースに音楽プロデューサーとして活動しております。もともとフレンチエレクトロがバックボーンなので、そういう音を大事にしながら音楽を作っております。僕自身とこのテディロードという名前を名乗ってもう10年になるんですけども、テディロードというものには架空のストーリーがあって、ファーストラブブラックムーンライジングは月の裏側に幽閉されたテディロードの孤独なストーリーを描いていて、このアルバムはもう一人で自分で演奏からボーカル、プログラミング全部行って、マスタリングまで自分でやって、その次に、セカンドアルバム、サイレントプラネットは、打って変わって、そのブラックムーン、黒い月から今度はサイレントプラネット、沈黙の惑星に場所を移してですね、そこでは、仲間たちと沈黙の惑星を解放するというストーリーなんですけど、2作目のそのアルバムはコラボレーションアルバムで、いろんなあのレジェンドたちとコラボレーションしています。僕がプロのアーティストになったきっかけっていうのは、きっかけ自体いろいろあるんですけども、一番大きかったのが宮城さんに、ワールドツアーに連れてってもらって、そのワールドツアーに参加できたことが自分の中ですごい大きなターニングポイントになって、その後にマイスペースでタク高橋さんと交流を持つことができて、それがきっかけで今デビューをやっています。もともと日本東京で活動していたんですけれども、この最近では、サブスクリプション系の、音楽配信サービスだったり、Twitter、YouTube の進化によって僕の音楽が世界中で聴かれる機会がとても増えたので、僕も世界でいろんな場所で DJ をする機会が増えました。